南玉尾根幹線の標識。稲城市、縦八大橋交差点付近。尾根幹線の東側の起点近くの稲城市内、矢野口交差点。2008年に、稲城号中入り口交差点から矢野口交差点までの区間が開通した。稲城市、矢野口の鶴川街道。2007年にバイパスが完成した。旧道は300メートルほど北を通っている。 稲城市百村の稲城福祉センター入り口交差点。ここで、鶴川街道と、尾根幹線が分岐する。画面正面が、尾根幹線。左折すると、鶴川街道。稲城市百村の武蔵野南線と交差する縦、八尾橋稲城市百村の巨大な中央分離帯、稲城市長方の鯨橋付近稲城市長方の玉、カントリークラブ前。 新宿副都心のビルが見える。多摩市諏訪団地付近。速道は暫定的に歩行者用とされ自動車には開放されていない。多摩市長山団地付近。巨大な中央分離帯が草原と化している。多摩南の交差点。この交差点を境に都道156号と都道158号に分かれる。多摩市鶴巻5丁目にかかる。 Y 寺橋より、稲城方面を望む。多摩市唐木田二丁目の大妻学院前。2019年に完成4車線化された。八王子市南大沢三丁目の清水入り立橋、2005年に完成4車線区間として開通した。町田市小山が、丘の小山長池トンネル。町田市小山町の小山沼立橋南玉尾根幹線とは、 多摩ニュータウンの南縁を東西に横断する形で、東京都調布市の玉川原橋から、東京都町田市小山町の町田街道までを結んでいる道路の通称。都市計画上の正式路線名は、多摩都市計画道路3.16号、南多摩尾根幹線。東京都道路通称名広告では、南多摩尾根幹線道路であり、起点が、町田市小山町、終点が、 稲城市百村とされている。略称は、尾根幹線、尾根幹。多摩ニュータウンの南端の道路で、北端にある多摩ニュータウン通りとともに、多摩ニュータウンを東西に通る、総延長約17キロメートル弱の幹線道路である。多摩地区における、広域交通ネットワークの東西の交通網となるべく計画された。調布市の多摩川原橋の交点から、 町田市小山町の町田街道の交点を結んでいる。尾根幹線のすぐ南の尾根筋には、横山の道と名付けられた、全長10キロメートルの遊歩道も整備されている。1965年に立案された多摩ニュータウン計画を受けて、1966年に都市計画決定されたのが、尾根幹線道路の始まりである。全線が都道に指定されている。 区間ごとの道路法上の路線名は以下の通りである。道路構造例に基づく本線の構造規格は第4種第1級で、福音が32.5メートルから58メートルの往復4車線である。このうち稲城市百村から多摩市鶴巻に至る約8.8キロメートルにおいては、速度を共用した段階で中断されており、本線については、 整備未着手である。当初計画では、片側4車線の、計8車線の本線と1車線の速度で計画されたため、一部区間では、中央の本線計画部分が広大な、中央分離帯となっているほか、交差点付近には、立体交差の土台となる森土が存在するところも、ある。また、 多摩市鶴巻伊勢の唐木田区間でも、大妻女子大学前の約 0.9km が暫定に車線のままとなっていたことから、2017年度より拡幅工事を進め、この区間は2019年に完成4車線化が完了した。本線の整備事業は、沿線での反対運動等もあり、長らく塩漬け状態であったが、整備主体である。 東京都都市整備局は2015年2月18日の記者発表で渋滞緩和や防災性強化を目的に未完成の 8.8km 区間と 0.9km 区間について全線4車線化に向けた整備方針を策定し稲城市百村から多摩市鶴巻区間についてはそれまで屈作構造から平面構造に変更するほかトンネルが予定される 多摩カントリークラブ付近のルートも検討するとした。また、唐木田区間については従来、計画通り平面構造のまま、調査、測量、設計を経て、工事着手することが合わせて公表された。事業期間は、多摩シスは6丁目から南の3丁目の延長5 5トルに、 ついては2025年度まで、稲城市百村玉市ひじりが丘5丁目間の約4キロメートルについては2029年度までとしている。当該道路の終点は東京都町田市の町田街道だが、神奈川県相模原市中央区の都市計画道路を延伸して町田街道と国道16号を接続する計画があり、町田市側の延伸区間については、 東京都が2018年6月18日付で都市計画決定を行い、2021年3月5日付で事業を着手された。また、将来的には本線のさらに上、多摩都市モノレールを導入する構想も存在するが、実現性は不透明な状況である。開通当初は大半の区間では制限速度は時速40キロメートルであった。 しかしながら、渋滞緩和等の目的により2011年9月から、長山、唐木田区間は、制限速度が、時速5 0トルに、唐木田尾山が、丘区間は、制限速度が、時速6 0トルに、それぞれ、引き上げが実施されることになった。2017年3月には、稲城長山区間も、時速5 0トルに引き上げられ、全線で、制限速度が、 時速 50km 以上となった。なお、2014年11月に開通した小山が、丘小山町区間は、制限速度が時速 50km となっている。1、対面通行区間なお、稲城市区間では、信号の周期が一定でなく、例えば、手前の信号が青になると、次が赤になるなどの設定がされている箇所がある。たびたび市に、 車の流れ及びに酸化炭素増加の懸念から改善の意見が寄せられており、稲城市は多摩中央警察署に打診しているが、解決には至っていない。2007年度より一部交差点の右折レーンが広大な中央分離帯を横断する形式に改良されている。トンネル橋梁道路交通センサスによる南多摩尾根幹線道路の 各地点での交通量はそれぞれ以下の通りである。土時点。ありがとうございます。